ミリベラチャンネルチャンネル思い出すな、あの前バラちゃうわ、舞鶴を思い出す、モニュメントね、作る琵琶湖に来てます。何時覚えてます？何が覚えてるんですかね。皆さんも多分忘れてると思うんですけど、ね、あの罰ゲーム、罰ゲーム、罰ゲームです。あの見てない方はこちらをご覧ください。はい、パンク修理で負けたな。そうそうそう、負けた、うん、負けた罰ゲーム何にするかっていう話で、ビワイチ一本引きみたいな、はい、そう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 、今日その日です、はい、何ヶ月後の罰ゲームやねんっていうね。もうね、だいぶ半年ぐらい経ってるけど。ということで今現在6時30分ですね、朝の。はい、気候はいい感じなんですけど、はい、どうやら午後から雨が降りそうな感じ、はい、雨が降る前に終わらせたいですね、はい、で、まあ、琵琶湖一周するなら、まあ、フルで行こうっていうことで、はい、何個も回っての、フルビワイチ、はい、ちょっと上の展望台も行こうっていうことで、はあ、プラスアルファ、そうそうそう、トータルで言うと220キロになる予定でございます。はい、先頭はね、固定で、固定なん、あんないい自転車乗せて固定なん、固定回るやろ、鬼ベアリング履いてて固定なんで、初めてなんですよね。うん、ぐるっとちゃんと一周するの初めて。で、私も初めてなんですよ。いいじゃん一応ビワイチといえば、はい、ここがお立ち寄りスポットみたいなところはあらかじめ教えてもらったり、はい、調べたりとかして何個か決めてるので、はい、ここを立ち寄りつつ、時間的に立ち寄れなかったらカットしながら、そうですね、あの行こうかなと思います、はい、いや初めてのビワイチなんで楽しみです。頑張ろう。いや、もうちょっと出発しないと夜になるんで、はい、そうですね、行ってきまーす、バイバーイ。なんか罰ゲームやのに楽しそう。え、だって合法的に乗れるやろスタート。あとさ、琵琶湖一周するとさ、なんか認定のさ、認定証もらえるの知ってます？え、どこでもらえるの？あ、それは事前に登録して、はい、ああ、走るよって言っといたのに。そのスポットを回って QR 獲得して、うんうん、で送ったら表彰状みたいなのもらえるんですけど、うんうん、その多分なんか地点にもなってるとこかな、ここ。行ってきまも一周してきたんですけど、もう撮ってるの、うん、撮ってるんですけど、やは一周してきた、何個ってこんな短いの、短かったな、すぐやった。今日は途中でさ、どっちかの足がさ、途中で終わったらもう先輩はねえやんですよ。今日この人すごい速さで行くねんけど、どういうこと、みんなの記憶がもうないもん、ないな、ないなんか何個がかわいそうこんなスピードでさ、何個のルート塗りつぶされて、何個がかわいそうだから、琵琶湖の何個に謝ってください、マジでせいねん、だから逆にさ、記憶消しますわ、今からスタートぐらいの、ぐらいの勢いじゃないと、今日ちょっとまだ長いんで、そう、とにかく、ローン組めてやろうかな、この夏にローン
や、シャーレ、水ヶ浜。シャーレ水ヶ浜に来ました、はい、今日休みなんですけどね、うん、月曜が休みですね。ゴールデンウィーク空いてんのかなと思ったらやってない。見てこの素敵なさ、すごいよね、おしゃれ。カフェが楽しめるの？カフェみたいです。で、何この琵琶湖さ、うん、琵琶湖がそこにあるじゃないですか、うん、琵琶湖をほら眺めながらカフェできるっていう超フォトジェニックな何してんのマジでごめん、もうどう思う？貴重なエネルギーが落ちたやん。ちょっとのぐらいエネルギー不足になって、あの速度落としてください。え、どうせ落ちるわっていう、あのお立ち寄りスポットらしいんですけど、大体多分さ、うん、みんなあそこからスタートしたとする、するじゃないですか。サイクリストの聖地をスタートしたとしたらさ、はい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 、ここにたどり着くのって、はい、結構まあ朝じゃないですか、うん、朝からオープンしてんの多分10時とか11時なんですよね。ゆっくりスタートか、あの何時計回りで回ってる人やったら寄れるかもねって感じですね。まあおすすめスポットらしいんで一応来ました、はい、でも何もできないです、はい、何か食べるわ。なのであのスタートします。待てよ待て、食べさせて、レッツゴー、レッツゴー、待てよ、食べさせてくれ。Salió el sol y yo quiero comer tu boca de desayuno, un wake and bake y un mañanero pa que me eleve. Biwako, Biwako, un. Oh, un, なくなったわ。ハイエンド&ハイエンド。ハイエンド&ハイでもハイエンド&ハイエンドですね。ここが噂のこのベンチ。94キロ。まだ10時やねんけど。あ、そうなん。まだ10時12分です。いいペース、いいペースってなんすか、いいペースってなんすか後で言いますけど、この場についていこうとするのやめてもらっていいですか。その加速が私しんどいんですけど。そうです、そう。あのサイクリストに人気のそれやっぱな、早すぎて、早すぎてないっていう、そんなことある？あった。でもすごい美味しそうやから、めっちゃ美味しいやから食べていくか。おそばにしようかな。サラダパンの何だっけ、フレンチトーストにしました、うん、ショコラと、うん、で、にっこり、2個？全然2個じゃないねんけど、今もう96キロずっとぴったりついてくるよ。はい、だってずっとぴったりついてこないとしんどいの。でもなんか引きちぎりたいあのね、引きちぎる頃には多分終わってますよ、足終わってるわ、ないか。昼ご飯なんですけど、はい、ここは水鳥ステーションを言ったんですけど、はい、さっきちょっとチラッと私ビワマス食べるんですね。これビワマスね、
琵琶湖で育ててるマスなんですけど、はい、一応あのっぽいもん食べとこうと思って。はい、君何食べますか。え、チキン南蛮。ただの定食やんけ。ちょうどあれやな、さっきまでさめちゃくちゃ無風、ほらあのあれなこれがさ、さっきまですごいさ風邪ひいてますけど、風邪吹いてますけど、上からと今で110キロ、はい、ちょうど半分です。なんで110キロが半分かというと、うん、今日は上の展望台を、はい、何メートル登るの知らない、2、3キロちゃいますか。いや、そんなもんないよ、うん、そう、上の展望台まで行こうと思って、そのせいでちょっと伸びました。寝るよね。でももう南の南終わってるからちょっと気分は楽やけど、うん、気分楽やけど琵琶湖広いな、やっぱり。うまっ、おいしい、マス、うまっ、うん、なんかもう何食ってもうまい。そうやな、うん、パン食べてない皆さんな。うまっ。何個の記憶はないよ。もうマジで何個に謝って。何個ってさ、何個だけでも楽しめるさ早くやんごルートなんでしょうね。あ、そうなんや、うん、どこどこじゃないんですよ。あんた見てないやな、もうあ、でも多分朝言っとくのが正解やね。うわ、車が、まあまあ、ここでも多いのにさ、うん、多くなるから渋滞しだすしな、そこ、うん、渋滞さ走られへんね。うん、そうやねんな。ご飯入れすぎちゃう、そんなもん。どうですか、普通の唐揚げは。え、めっちゃ美味しいね。え、琵琶湖の鳥じゃないでしょ。え、ちゃうの、ここら辺滋賀で育った鳥じゃないの。うん、あ、変えてたわ、うまっ。うん、何がさ嫌ってさ、これ後ろのさ、なんか圧がやばい。ジャオスの圧、なんか昔さ、何、7年8年ぐらい前にアワイチ一緒にしてたんやけどさ、なんかあの時可愛かったけど、もう今ほんま可愛くない。マジで嫌、ほんまに嫌。何が嫌ってバイクのおかげです。私今ハイエンドハイなんです。あ、ハイなの。あ、ハイテンション、そうそう、テンションがもうハイエンドハイなんで。マジで疲れゼロ、まあ、ゼロじゃないですよ。それはもう100キロ走ってるからしんどいのはしんどいんですけど、うん、全然そんなん、いつもさ淡路島とか行ったらもう100キロで結構ヘロヘロじゃないですけど、もうやっぱりパーセンテージ的に言うと 50% ぐらい減ってるわけですよ。え、それ後ろでも、後ろでも疲れてるんですけど、そんなの無敵っすよ。それ私が遅いっていうことを言いたい。違う、だからハイエンドハイって言ってる。今日ずっと35から40ぐらいで走ってるんです、この人ね。ちょっとでも離れたら追いつくのに大変なんですね。だからちょっとも離れたくないんです。わかります。いや、えじゃあ疲れさせようと思ったらちょっと離れたいでな。いや、だから離れないです。だからあの信号 あのスタートでめっちゃバーンって。それをやめろっちゅうてね。いつもスタート出し早いのに、やめろっちゅうてね。そんな全部のさ、あのパワーをさ使い切ろうとするわけ、うん、あ、安倍終わった後の安倍を30切りたくないねん、うん、っていう。今31、あ、ほうなん、ほうなん、不毛不満。なんかそういうのを貸してた方がトレーニングっぽいやろ。トレーニングじゃないですよ、恋愛の罰ゲームなんですけど。趣旨変わってません。富士昼前でさ、ね、ベース鍛えどうだらええかなっていう。やっぱ山ばっか登っててもダメなんですか。そうやね、だからもうほんまにありがたいなと思って。ありがたいやって、罰ゲームが。罰ゲームはありがたいやって。ちょっとようわからん。いや、でもめっちゃ罰ゲームっぽいよ。ここがですか。喜んでますやん。喜んでるやん。喜んでないで、だから嬉しちゃえばいい。いじめるほど喜ぶじゃないですか。後ろ向いたらヘラ笑ってさ。ああ。